あ、エアガン友達の金森さんがコロナぶりに遊びに来てくれました。お久しぶりです。多分うち YouTube 始めたばっかりの頃に出てたと思うけど。本当、うん、どこに出てたのかちょっと後で調べてみます。これはね、丸井の昔のスライド固定ガスガンステア GB ってやつで、まあ、シングルアクションダブルアクションで打てて、スライドは動かないで、昔のだからホップがない、ノンホップで、これノーマルね。で、落札されたうちのカスタムがこれでホップ仕様になってるから遠くまで飛ぶで、金属塗装してあると。後で打ってみましょう。全然違うでしょ。全然違う。飛ぶ。そりゃ飛ぶよ。すごい飛びますね。うん、ノーマルが、ノンホップでストンと下に落ちて、落ちて20メーター。ちょっと上向けて30メーターぐらいだけど、そうですね、もう山なりっていうか、水平には飛ばない、ホップつけた方は水平に40は飛んでたかな。うん、飛んでるね。うん、もうちょい夏場で気温が高ければもっと飛ぶので、50近く飛ぶんじゃないかな。あ、すごいですよね。まあ、昔のノンホップ銃もホップつけるとこんぐらい性能は良くなります。はい、はい、そうだよね。下手なガスガンより飛ぶでしょ。飛ぶね、飛びますね。うん、40は超えてたね。超えてましたね。エアコキも改造するとそんぐらい飛びます。丸井のブローバックガスガン HK45 です。あの上の的狙ってよ、鉄の缶。うん、あ、すごいでしょ。うん、どっち行ってる今。全然下だよ。下、 あそこだって、あの鉄の缶だよ。うん、あの四角い。そうそうそう、早すぎちゃって見えないで。玉全然下だよ。下、そう、そこ上上行ってる。早いもんで、弾ちゃんと狙ってよ。狙ってるよ。はい、ねえ。これ結構、うん、結構というか新しいタイプだから、うん、フローバックも強いし、これはスライドとバレルを金属塗装、他はノーマルなんだけど、うん、性能はすごくいいです。いいですね。丸井のスライド固定ガスガンステア GB です。30年以上昔のものでホップはついていないのですが、これはホップ仕様に改造してあります。使い方、まずマガジンキャッチをしてマガジン抜きます。見ての通り割り箸タイプです。右側面のフォロワーを下まで下げます。下まです、親指で下まで下げたら人差し指で、上のプレートを下げます。ちょっと動画だと分かりにくいのですが、見れば分かると思います。親指でフォロワーを下げて人差し指で上のプレートを下に下げた状態でボトルでジャラジャラ給弾します。
玉入れたら人差し指のプレートをゆっくり離します。これで玉はこぼれません。で、本来これフォロワーのロックがないから手を離せば玉上がるんですが、これ今下で止まってます。こういうマガジンがたまにあるので、これちょっと下フォロワーを押してこう玉が上がるようにしてからセットしてください。シングルアクションでもダブルアクションでも打てます。あ、今ハンマー起きてたから一回から打って入ってたのか。マガジンセットしたらあとはシングルアクションでもダブルアクションでも打てます。これはバレルが交代して弾を一発加えるようになっているので、ハンマーを起こすかトリガーを引くかでバレルが下がります。で、打ち終わったら、バレルがまた前に戻って次の弾が上がるようになっているので、もし弾上がりが悪い場合はバレルが戻りきらないことがありますので、その時は一回スライドを外して、動くとこに注意してください。ではシングルアクションで4メーターターゲットを打ってみます。ダブルアクション、これはグリップの中にガスタンクがあるリキッドチャージタイプなのですが、気化室はないのでこれガスを入れるときに服まで満タンに入れちゃうと、打ったときに生ガス吹いて、チャンバーのホップ突起が、液体ガスで濡れちゃうとホップがかからなくなるので、使い方の注意点としてはガスを満タンにしない方がいいです。ガス半分ぐらい入れるとか、あとは連射するとまた生ガス吹くし、気温が低かったり寒いと気化されないでまたそれも生ガスが吹いちゃう。そうするとホップが効かなくなっちゃうので、そうなった場合はちょっとしばらく置いてチャンバーを乾かしてください。そうすればまたホップが効くようになります。まあ、古くてちょっと癖のある銃なのですが、もともとこれ使ってた人、知ってる人にぜひ使ってもらいたいです。ホップが効いて、0.2g なんで 40m ぐらい水平に飛びます。今日は6月30日なんですが、この気温に25度ぐらいかなで 40m ぐらい飛びます。外装は、金属塗装、金属粒子含有塗料で塗装し研磨してあります。グリップは木目風塗装、これなんだろう、プラスチックグリップのモールドそのままになってて、本当はマットブラックとかに塗るつもりだったのを、うちのバイトのお兄さんが間違えて木目の傷を入れてしまったので、このプラスチックの模様はそのままに塗装だけ木目風にしてあります。はい、ステア GB でした。これは丸いのエアコキの PC356 の強化カスタムです。元が10金なのか18金なのかはわからないのですが、バレルは真鍮になってます。真鍮バレルで 0.28 弾で 40m ぐらい飛ぶようになってます。外装はフレームの合わせ目を消して金属塗装、あとはトリガーガードのスクエア化で指がかかるようにしてあるのと、あとはグリップの後ろ膨らませて、手のひらにフィットするようになってます。ただこれ
ずいぶん前に作ったもので若干パテが引けちゃってます。まあ握り心地はノーマルよりは良いです。頭がね、今ちょっと28がないので25で4メーターターゲットを打ってみます。これは宮川ゴムのパッキンが入ってます。これは宮川ゴム様に提供してもらった試作パッキンが入ってます。ニトリルの、V の字の2点掛けの50度という市販されてないパッキンが入ってます。はい、丸井のブローバックガスガン HK45 です。結構新しいタイプなのでマガジンは前から入れられます。フォロワーを下げてこの前からボトルでザラザラ入れられます。こんな感じ。さっき山で飛距離を測ってきたのですが 0.2g 弾で 50m ぐらい飛んでました。4メーターターゲットを打ってみます。これだけ連射してもきっちりスライドストップがかかります。でこれやたら握り心地がいいなと思ったらフレーム加工してありました。フレームここフィンガーグルーブ加工とここ親指が当たるところをだいぶえぐってあるのですごく手に馴染みます。ぴったりフィットです。これはいいね。でスライドは金属塗装、フレームは、形を変えてからマットブラック塗装です。はい、あ、内部はノーマルです。はい、重い。あとはこれ10金電動ボーイズの M4A1 マガジンの使い方説明。まずこれ前面のフォロワーを下まで下げます。だけどカチってなったらじゃらじゃら前に球弾して、そしたら、右側面の下のフォロワー解除ボタンを押します。これで弾が上がってます。弾が上がったらマガジンにセットして、セレクターは、セミオートとフルオート、セミで打ってみるか。4メーターターゲット打ってみます。フルオート、フルで打つと、ピストンがどこで止まるかわからないので打ち終わるときは必ずセミで一発打ってください。これでバネが伸びた状態になります。でうちの10金ボーイズ強化カスタム今までいっぱい打ってきて、電池は100均で売ってる電池で問題なかったのですが、今回これ初めてダイソーの電池で動かなかったので、パナソニックのエボルタネオっていう、8本入り1200円の電池が入ってます。これで普通に動いてます。
なので、これお買い上げの方はもしダイソーの電池で新品電池で動かなかった場合は高い電池を使ってください。なんかちょっと強化品なので普通の電池では動かないのかもしれないし、買ってきた電池が不良品だったのかもしれないし、ちょっと真相はわからないのですが、エボルタだったら問題なく動きます。あと何かあったかな。あとはこのスプリングマガジンが結構玉上がりが悪いことがある。まあ、マガジンの個体差がいろいろあるので、マガジンもし玉の上がりが悪いなと思ったら、スカーとかのあのこうゼンマイ多段タイプを別で買ってください。そっちの方が上がると思います。でこの高い電池は、今の試し打ちでしか使ってないのでほぼ新品なので、これおまけで一緒に入れて送ります。で遊び終わったら電池は必ず抜いてください。液漏れしちゃうので。あと玉、粗悪な玉は使わないように、丸い以外の玉は使わないでください。それもあの玉上がりが悪くなる、玉が上がらなくなる原因になるので、なんかざらついてるような玉とかは使わないようにしてください。適正は 0.12 段です。以上、補足です。これ M4A1 は本来これぐらいのマズルというかバレルが長さこれぐらいあるのですが、ショート化してあります。ショート化して、さっき中に補強のパイプを入れてここ接着したので、ちょっとこれ乾かしてから乾燥させてから発送します。はい、 GTF 熊沢、 GTF ガレージ裏山40メートルターゲットです。落札品のレビュー、今日紹介するのは丸井のエアコキ、PC356 強化カスタム、40メーターターゲットを打ってみます。今日は玉 0.25 と 0.28 を持ってきてます。まずは25から打ってみます。ああ上がる。ヒット。2号だとギリギリ的の上に行っちゃうので、28段28段で打ってみます。ヒット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 。
0.28 段で 40m ターゲットまで水平に飛んでます。ヒット。ヒット。ヒットかな。フレームは合わせ目を消して金属塗装、グリップはマスキングして無塗装。これは外装は、形は変えてません。ノーマルのままです。ちょっと握り心地がいまいちなんですけど、まあスミス&ウェストンのオートっぽい握り心地です。今日は虫除けを忘れたので撤収します。性能いいです。バイバイ。 GTF 熊沢 HK45 のガス風呂初速を測ります。マガジンはヒーターでちょっと温めました。89.51 89.93 89.08 89.08、さっき温める前、今の気温で室温で、初速77でした。ちょっと温めると89ぐらいですね。この間ヤフオクで落札された丸井のガス風呂 HK45 内部ノーマル品、クレームで戻ってきました。出品写真で、所属が 89ms だったところを、買った人が77しか出ないというクレームで、詐欺だと言われ、返品返金に応じることになったのですが、電話で、これは内部ノーマルなので温めても、規制値を超えることはありませんよという、あの合法品の証拠として、温めても89までしか出ないという写真を載せていたのですが、77しか出ない詐欺だと言われました。今の気温だと77でしたね。冬だったらもっと下がります。60ぐらいまで下がります。そんな今の気温を乗せても意味がないので、というか今の気温で77のところを今の気温で89出てたら、夏場に規制値を超える違法品になるので、まあそれを説明したのですが、ちょっと年配の方で言ってることがちょっと理解できなかったようで、戻ってきました。どうしましょうね。とりあえずこの動画を本人に送ります。はい。別にインチキも何もしてませんし、これただの内部ノーマル品なので。